中隊突入。ターゲット確認。これより制圧する。気になる気配をたどってみれば、飛んだ場面に出くわしちまったな。反応わずかにあるみたい。今度こそと思ったんだけどな。裏の監視もますます厳しくなるかな。はあ、めんどくさい。やっぱり近いうちに彼を訪ねてみるか。いろいろとつてが使えそうだし、以前の礼もしたかったところだ。4SPG 確かに条件は合うかな。今のうちにとっておきのスイーツも見繕っておかないとね。お前絶対自分が食いたいだけだろ。とっとと退散した方が良さそうだな。うん、行こう。スーちゃん、には帰るから。当たり前だ。最近どうにも物騒だからな。せっかくだから楽しんでな、夢。はい、おじいちゃん行ってきます。先日未明、首都省庁エリアの一角で小規模な爆発事故が発生しました。当局の発表では動力設備の事故とみられており、事件性は認められないとのことです。続いてのニュースです。本日グランサーキットで行われる。ふーん、なんだこんな朝っぱらから。アニエスか、今日はバイト日じゃ。そろそろ10時を回るのに、いつまで寝ぼけているつもりかしら。依頼よ、スプリガン。さっさと目を覚ましなさい、バン。お前が私服でうちに来るとは珍しいな。有名人なんだからもう少し気を使えと言いたいところだが。気負わず自然体でいれば意外と気づかれないものよ。どうかしら、こないだ新調したばかりなのだけど。あ、どうって。ああ、まあ悪くないんじゃねえか。いざって時も動きやすそうだしな。って、なんだよ。別に。それにしても
こんな時間まで寝てるなんてさすがにだらしなさすぎるわね。お目付け役がいないからってふぬけすぎなんじゃないかしら。別にふぬけてるつもりはねえよ。ぼちぼち依頼もこなしてたしな。他のバイトどももまだ戻らなくてな。ちょいと仕事のペースを落としてるだけだ。フェリちゃんたち、年末からそろそろ2月経つけれど、ずいぶん戻るのが遅れてるみたいね。それぞれ野暮用ができちまったようだな。おかげでもうしばらくは昔みたいな気楽な日々を過ごせるってもんだ。何を言っているんだか。そもそもアニエスさんは毎週バイトに来てるそうじゃない。隔週だ隔週。ま、あいつもこれから学芸祭の準備で忙しくなってきそうだが。ああ、もうそんな時期か。ますます寂しくなりそうね。だからねっつーの。まあそれはともかく、そろそろ本題に入るとしようぜ。永久遊撃士ソードメイデンが直々に持ち込んでくるような依頼、しかも非番を取って非公式にだ。正直いい予感は全くしねえが。ええ、残念ながら当たりよ。こいつは年明けから首都の裏で起き始めている不可解な事件、当然あなたもマークしているわね。まさかマジだったとはな。最近立て続けに起きている不可解な事故や事件、その裏で少なくねえ殺しが行われてるってのは。被害者は軍や政府関係者およびマフィアや半グレといったアウトロー、いずれもあらゆる意味で人間とは思えない徹底的な殺害方法で殺されているわ。事件の性質上、表向きはぼや騒ぎや事故という形で処理されているけれど、体制側の人間まで被害に遭ってるとなりゃな。だが噂は流れ始めている。今は憶測の息を出ないものがほとんどだが、ブレイサーギルドと CID にしてみりゃ一刻も早く片付けたいってところか。ええ、すでに連続猟奇殺人事件として合同調査も始まっているわ。未だに尻尾をつかめていない状況だけど、一応こちらでも気にはしていた。だが今のところそこまでの匂いは感じねえし、直接依頼の相談が来ているわけでもね。正直一個人事務所には手に余る案件だ。お前も当然分かってんだろ。ええ、昨日までならそれでよかった。だけど事情が変わったの。CID 特務部隊ハーキュリーズ、そのガンマ中隊が昨夜壊滅させられた。独自の情報網で連続殺人の容疑者を捕捉、制圧に向かった先で完膚なきまでに赤い妖精と異形の怪物に姿を変えたコートの男によってね。最新の特撮技術か何かかと言いたいところだが、この映像ルネのツテか。ええ、彼から極秘裏に回されてきた。ギルドではなく私個人に。昨年マフィアアルマータが起こした人知を超える数々の事件、その顛末にはいつも裏解決屋の存在と謎の青黒い怪物の断片情報があった。その意味で完全ではないまでも各勢力が意識しつつある。あなたとの関係を、それがどういう意味かわからないあなたじゃないでしょう。正直あれについては俺も完全には分かっちゃいないがな。要するに俺は
最重要参考人として挙げられつつあるわけだ。 CID、 そして遊撃士協会に。否定はしないわ。ハーキュリーズの部隊が壊滅させられた以上、 CID が本格的に動き出すのも時間の問題。警察はもちろん、ギルドもね。たく、面倒なことになっちまったもんだ。だが伝えてくれて助かったぜ。どうするつもり？とにかく動くしかねえだろ。鍵取れなかったことも含めて個人的に放っておけねえのは確かだが、それ以前にこのままわけのわからん冤罪で捕まってやる義理はねえからな。みっともなく裏解決屋としてあがいてやるさ。一人でも全てのツテを使ってでも、あいつらのおかげで繋いだ今、その借りもまだ返せてねえからな。ま、差し詰め自分自身からの 4SPG ってところか。報酬が1ミラも出ねえのが難点だが、せめてご褒美スイーツくらいは用意するかね。不器用ね、相変わらず。それに私の話はまだ終わっていない。依頼だと言ったはずだけれど。何？遊撃士として民間人を脅かす新たな恐怖の種を放置はできない。同時に私個人としても動かずにはいられないわ。昔なじみが不当な容疑で抑えられかねない。そんな状況を回避するためにも、あなたの裏の事情が絡んでいるかもしれない。監視の意味でも共同戦線が最も合理的でしょ。だけど遊撃士としての立場上、表立って協力を要請するわけにもいかないわ。あくまで 4SPG という形での協力依頼、受けてもらえるかしら？ちょっとどうしてそこで笑うのよ。いや、不器用なのはどっちだって思ってな。本当に変わらねえ。いや、むしろ変わったからこそか。そうね、去年いろいろあったから。それはあなたも同じでしょ。だな。いいだろう。裏解決業務としての筋は十分だ。短い間の協力関係よろしく頼むぜ。剣の乙女、エレイン・オークレール殿。こちらこそ、バン・アークライド所長。くぅ、このカラメリゼされたリンゴのほろ苦くもジューシーな甘さと食感、サクサクのタルト生地にシナモンの風味が加わって、素朴でありながらもエレガントな味わい。これぞモンマルトの季節限定スイーツ、タルトタタン。何度食ってもうならせてくれやがるさ。それでいてどこか懐かしくて優しくて、まさにこのお店を体現したかのような味。さすがビクトルさんですね。そりゃどうもだ。この不良タナコとどんな事情で動くのか知らんが、しっかり英気を養いでいくといい。いいか、バン、エレインさんにくれぐれも迷惑かけるんじゃねえぞ。へいへい、わかってるっつの。
必要なものは雑貨屋あたりで揃えて。おっと、タバコ屋でキャンディーの新味チェックも忘れずにしねえとな。行きましょう。バンちゃんにエレインちゃんじゃない。よ、邪魔するぜ。こんにちは、ベルモッティさん。いらっしゃい。二人とも時々飲みに来てくれてるけど、一緒にっていうのは久しぶりね。やだ、まさかデートかしら。なんで私に黙ってたのよ。いけず、違いますから。勝手に色めきたってんじゃねえよ。店を開けたところみたいだな。ちょうどいい、話を聞かせてもらえねえか。例の事件についてね。いいわ、座ってちょうだい。私もちょっと気になることがあって。例の映像なら金継ドくんづてで私のところにも回ってきたわ。とんでもないことになってきたわね。噂になってた猟奇殺人鬼がまさかあんな。
助かるぜベルモッティ。この借りはまたいずれな。もう水臭いこと言わないで、私たちの仲じゃない。エレインちゃんにも世話になってるし、最大限サポートさせてもらうから。頼もしいです。Thank you.
ちの屋台が一番ですわよ。焼き栗食いたいやつはいるか。現場はあそこね。ちょうど警部たちがいる。お疲れ様、アルビス君。警部殿もご苦労さんだ。エレインさん、今日は非番じゃ。ってお前は。裏解決や。何の用だ。釣れないね。ただの野獣馬さ。永久遊撃士の仕事ぶりの見学ついでにね。エレインさん、どうしてオフにこんなやつと二人で。ん？オフだけど少し調べたいことができてね。ちょっと事情があって同行してもらってるの。大丈夫よ。私が一緒にいる以上、遊撃士規約に反する行為はさせないから。いえ、そういうことじゃなくて。ま、心中察するぜ。察するな！
よし、行くか。クライミングウォールか、楽しそうね。もう少し高さがあればいいのだけど。いやいや、十分高いだろ。お前の運動能力を基準にしてもな。Thank you.
エキシビションレースは確か無料開放されていたわね。ああ、そろそろ大詰めのはずだが。マクシム・ルーガン選手、いやあ、危なげなく見事優勝を手にされましたね。何、今まで積み重ねてきたものとファンの皆さんの応援のおかげさ、この勝利を捧げるよ、観客席の天使たちにね。やれやれ、マシンに乗ってる間はチャンピオンなんだがな。マリエルさんも頑張っているわね。あ、ファンも来てたの。で、あれ、エレインちゃんだ。こんにちは、ユメちゃん。ポーレットさんも。こんにちは。珍しい組み合わせでもないのかしら。ああ、ちょっとした仕事でな。最後の方しか見られませんでしたが、すごいレースでしたね。マクシムのおじさん、すごかったね。ビューンって超速かった。ま、レース上じゃ右に出るものはいねえな。今年は手強いライバル候補もいるし、本戦はまだわからねえだろうが。そうね、あとは頑張りと集中力次第でしょ。今日みたいに妙に観客席を意識しすぎていると難しいかしら。手厳しいね。夢、本戦も見る。おじさんを応援してあげないと。マクシムさんも100人力でしょうね。ここでスポンサーを代表してこの方から記念カップが授与されます。エルザイム広告、ジータースバール工場殿下。おめでとうございます、ルーガン選手。実に見事なレースでしたね。決勝でのご活躍も楽しみにしています。光栄です、麗しのプリンセス。あのお姉ちゃん、お姫様なんだ。エルザイム皇太子、シェリド殿下の妹君。へえ、今回のレースに広告が出資してるのは聞いてたが。ああ、妹君がいらっしゃるんでしたね。だいぶ年が離れた。これがまた私の立つ瀬がなくなるくらい頭の切れる娘でね、王位継承予定ながら不甲斐ない兄を支えようと何かと口を出してくる始末さ。確かまだ17、8歳だったか。聞いてた通り、兄貴よりしっかりしてそうだな。チャンピオンのレースを間近に見られたのは、まさしく強行でした。
特に最後のデッドヒートは胸躍るようで、あのパーフェクトドライバー2の名シーンが蘇るようでしたね。あの映画も見ていただけましたか。重ねて光栄の至りです。ポーレットたちへの絶好のアピールチャンス。いや、当時のオファーはまさしく運命的でした。演じたマックス選手も僕に通じるところがありまして。それは興味深いお話ですね。何でも全てのレースシーンがノースタントで撮影されたとか。映画産業と Z1 レースを進行する我が国としては、ぜひ3のロケ地としての名乗りを。なんだこの熱量とオーラは。控除殿下も含めて改めてインタビューさせていただければ。長くなりそうだし、私たちはこの辺で失礼するわね。おう、夕方の仕込みもあんだろうしな。ねえママ、夢、観覧車になりたいな。ちょっとだけよ。それじゃあね、バンさんたち。はい、お気をつけて。さてと、面倒だが、俺たちはもう少し付き合っていくか。ええ、せっかくだし、マリエルさんにも話を聞いておきたいところね。で、ポーレットたちは？あれ？あそこにいるのは…もう、兄様から聞いていた。いやー、奇遇ですね、バサにエレインさん。まさかお二人で観戦に来てたなんて思いませんでしたけど。いろいろと事情があってね、それについての話をしたくて。でもその前に、最近頑張ってるみたいね。お前さんが俗っぽいレースの取材を精力的にやってるなんてな。政治記者志望とか言ってなかったか。その今年からどんどん仕事の幅を広げていきたいなと思ってまして、あの人の背中に追いつくためにも、いつか乗り越えていくためにも、今はとにかく精進あるのみですから。そうかい。ま、やりたいことが見えてんなら俺から言うことは何もねえ。せいぜいやるだけやってみるといい。あいつの背中に恥じねえようにな。私も応援しているわ、マリエルさん。同じく道半ばの身としてもね。はい、ありがとうございます。ところで、お二人が動いている事情っていうのは。そっちもスクープの匂いがプンプンしますけど。ああ、改めてお前さんにも話を聞かせてもらうか。犯人に遭遇したことあるかもしれません。